こんにちは、日野です。今日は2023年の6月の10日になります。土曜日ですね。明日が1日休ませていただきます。ちょっと蒸し暑い日が続いておりますけれども、天気は晴れというかいい天気ではあるんですけれども、ちょっとこの6月湿気が多いというかね、今熱中症とかも今出てきているというのがありますので、この夏は乗り切るためにミネラルが一番重要ではないかなと思うんですよね。僕自身ここもうミネラルっていうのをですね、しっかり取ることで夏場暑いなと、すごい暑いなと感じても体はね、ちゃんと動くというか夏バテにならないというか、まあ、そういう状態で特に体がへばってどうしようもないっていうことはないですね。この夏場っていうのはもう何年もですから、まあ、ミネラルとかケイ素とか、あと、まあ、ミネラルの中でも重要なマグネシウムですよね。ニューサイエンスさんの超高濃度マグネシウムっていうのがあるんですけども、そういったものを、まあ、毎日入れたりしているので、まあ、そこら辺に気をつけていけば結構乗り切れると思いますね。まあ今この時期で熱中症になるっていうことは、よっぽどちょっと体が、なんて言うんでしょう、弱くなってるというか、免疫力が、まあ免疫が働かないっていうのもあると思いますし、まあそういう意味ではですね、ちょっと日本人全体の免疫が弱っているっていうことが言えるのかなと思うんですよね。まあそんなことをね、感じております。で、僕たちの肉体っていうのは、すべて突き詰めていけば、素粒子からできている。まあ、原子からできているとも言いますけども、その原子は素粒子ですから、素粒子からなっている。っていうことを思えば、すべて素粒子からできている。で、僕たちの周りのものとか、まあ、空間も含めて、周りの人もそうですよね。すべて素粒子でなっている。っていうことを考えていけば、すべて、その、分け隔てがないというかね、誰かと誰かを区別する、自分と他人を区別するって本当はないんですよね。すべて一つですから、すべて一つというか、すべて素粒子に行き着くわけですから、素粒子っていうのはもともと、まあ、原子核、まあ原子からできている。原子は陽子と中性子からできている。で、陽子と中性子は、アップクォークとダウンクォーク、グルーオンからできているっていうことを見ていくとですね、すべては同じものなんですよね。で、自分と他人は、別に見えて実は同一というか同じ元であるということを考えていくことができる。まあそういう人で認識をするだけでも、自分と他人が争うっていうことさえ、この宇宙の法則からすれば違うということに気づくわけですよね。ですからそういう視点でもう一度今目の前の人間関係とかを見渡していくとですね、また違う視点で今の関係っていうのをですね、見つめ直すことができるのかなと思うんですよ。まあ、結局、もう一緒ですから、素粒子ですから、素粒子というレベルで見たら、僕たちは何も対立する必要もないし、相手をどうこう思う、差別する必要もないですし、自分と違うとか、自分の方が優れているとか、自分の方が劣っているとか、そういう優劣をつけるものでもないというふうになってくるわけですよね。ですから、そういう目で他人を見ていくと、すべてと、まあ、同化するというのか、一体となれるというのか、そういうふうなものではないかなと思うんですよね。で、大自然とかもそうですし、大自然の中にいるときも、自分と大自然の一体感というのを感じられると思いますし、まあ、そういうミクロの領域に目を向けるっていうことは、意外に重要ではないかなと思うんですよね。そういうところが、ミクロの領域に向けられないからこそ、何か大事なものを忘れてしまうというか、そういうことがあると思うんですよね。ですから、まあ、そういう視点で、全て見ていく。これも意識的に見ていく必要があると思うんですけども、そういうふうにしていくことで、自分っていうのはですね、自分とさ、周りの存在で、今の自分のこの世界、今この瞬間瞬間の世界っていうのをですね、新たな視点で見ることができるっていうふうに思いますね。まあ、また別の視点というか、今までない視点で
この今、この瞬間を感じていくことができる。もう瞬間瞬間しかありませんから、中今を僕たちは生きているっていうことですから、そういう意味で言うと、瞬間、この瞬間瞬間っていうのがですね、まあ閉じて開いて閉じて開いて、っていうふうになっていくわけですけれども、一旦壊れて、また再構築されて、またバラバラになって、っていうのが、まあ素粒子で起こっているわけですね。そういう素粒子レベルで見ると。まあそういうふうに、見ていくとですね、ちょっとごちゃごちゃと、まとまりがつかなくなりましたけれども、まあそういう視点でこの、今、この瞬間からですね、また改めて見ていくっていうことも、ね、していくと面白いんじゃないかなと思います。ということで、今回は以上になります。ありがとうございます。